アイテム番号。SCP-39、オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-39 の全個体はサイト77の野生観察室 2B に収容してください。少なくとも2人の保安職員が SCP-039 収容室の内装及び外装を監視し、6時間ごとに交代するようにします。スタッフはサイト保安員が同伴して護衛することなしに収容室に出入りしてはなりませんし、また、そうしても良いのは研究目的のため、あるいは収容妨害工作や密輸行為について収容室を検査する場合のみで、そのような行為は毎週のように発生します。9、18、2000年現在、SCP-39、8は妊娠しています。その収容任務は獣医学的観察部門の職員に割り当て直されました。説明。SCP-39 は23体のナサリス・ラーバチュス、またの名をテングザルからなり、それらは徹底した生理学的変容を被っています。SCP-39 には目も口もなく、顔には鼻、そしてそれに伴う鼻孔をとどめるばかりです。SCP-039 はどれも鋭い聴覚及び触覚を持っており、それが目の欠如を埋め合わせていますが、それゆえ何かを知覚するのには対象との物理的接触が、環境内で方向を知るのには鼻を鳴らして出す大きな音での一種の反響定位型のみの綱となります。検視解剖が明らかにしたところによれば、消化器系もまた欠如しています。SCP-039 たちがどのようにして栄養をとっているのか、または、さもなければ、どのようにして栄養なしで生き延びているのか、については未だ研究課題であり続けています。SCP-039 たちは知性の兆しを見せており、その例に含まれる事柄を挙げるなら鼻息によるコミュニケーション、英語による会話の理解、そして機械工学についての高度な理解といったものがあります。成熟した個体は機械式の道具を操作する能力を示し、また、様々な工業製品を修繕製作する能力を持っていますが、それは内燃機関を分解再組み立てしたり、小さな個室に効率よく配線したりといったものです。試験が示したところによれば SCP-039 は作業するのに単独での方が集団でよりも効率よくできる様子で、これは SCP-39 たちはしばしば他の者に気を散らされることになるからです。時折作業中に、SCP-39 たちは腹部をかきむしり苦しげな音声を発します。食べ物が近くにあると、彼らはそれを顔に塗り付けようとします。そこから現在立てられた仮説は、この示すところは SCP-39 が普通のナサリス・ラーバチュスに対する人工的手術の結果であるということではないか、というもので、収容に際し回収された文書もこの仮説を支持するものとなっています。付録 SCP-39-A を参照。SCP-039 の生殖や解体をする能力についてはナサリス・ラーバチュスと異なるところはありません。この記述の時点で、5体の SCP-39 が誕生しています。SCP-039 たちは種族内で大変緊密な絆を見せ、しばしば新生児の世話を可能な全ての生体たちが見るほどです。新たな個体は他の SCP-39 たちと同様の特異性を持って生まれてきますが、他の者たちが持つ知識は欠いています。親個体たちは新生児たちにコミュニケーションと基礎技術について教育しますが、それは6年に達するまで続き、そこで他の生体たちが技術能力を教えることになります。SCP-039 が回収されたのは、最寄りの町であるネバダ州から 50km のところにある部民の研究施設においてです。収容中に回収された文書には、施設の所有者は、人間本来の能力開発の研究に出資している会社とありました。2重体の SCP-39 の個体が生息し、未知の機関施設の維持管理をしている様子でした。別の回収文書が示すところによれば、人間知性の拡張を目指すプロジェクトがあったとのことです。このプロジェクトは会社の倒産直前に取り留められ、資産は名称不明のグループへと売却されました。およびその資産を入手したグループについてさらなる調査をしたものの、はっきりしたことは何も明らかになっていません。付録 SCP-39-A 最初の収容の間に回収された文書のいくつかは、SCP-39 開発の初期プロトタイプ段階を記述したものであるようです。新たな SCP-039 の個体を作り出すプロセスを再現する方法を開発しようという研究は開始されているものの、ノートに収容以前に蓄積したダメージはその多くを読めなくしてしまっています。取り除くと、猿たちはほぼ一生産性を向上させた。
休憩時間の削減による追加の時間を計算に含めなくテスラだ。この成功を受け、我々が考えているのはさらに開口部を除去することである、お機械や欠如のせいで猿たちの出力が減少しない限りでの話だが。今日、猿たちが作業しているところを見ていて、その何体かが腹部をかきむしっているのにエルナーが気づいた。幻の上の苦しみを経験しているようだ。もはや食料を必要としていないのにもかかわらず。このことが生産性の阻害しない限り、我々は現状通り続けることにする。視覚器官を取り除き、記憶だけで働かせることに挑戦した。に、とほどなんとも言えない結果に終わった試験の後、ついに対象試験とほぼ同じ得点を出させることができた。我々は研究をこの方向に進めることにし、うまくいくようなら標本全体にこれを適用することにした。編集。この件について更新。どうやら視覚の除去は標本の大多数の触覚を向上させ、ことに、これにより最初にテストした被検体の生産性は予想された結果を上回るほどまでに上昇したようである。そういうわけで、我々はこの変更を手持ちの標本すべてに適用することにする。この変更が合わなかったものもいくら書いたが、それらもスペアパーツにちょうどいい。差し当たっては保管庫に置いておいた。眼球の件がうまくいった後、ダミアンがこんな提案をした。聴覚を向上させれば生産性を向上させられるんじゃないか、と。猿たちが工場にいる限りは良さそうだ。ここでは耳を圧倒するような物事はほとんどない。試験は1週間くらいで始める。オーナリーサオだ。視覚を除去し食事の必要をなくし、聴覚と触覚を増幅させて、我々は最初の試験体を上回ること総計 21% の増大を成し遂げたのだ。経営陣は我々の部署にプロジェクト終了までの延長時間を与える判断を下した。そして、このプロジェクトを我々の好きなようにさせてやろうと思っていると、ああ、天にも昇る心地だ。編集。今日のちょっとした事件。標本の一体が囲いから出てきていて、手には一組の道具を持っていた。檻の中に戻し、もう一度封鎖した。明日ドアの再点検をする、アランはそう言った。